これはフォイリングウィークのスモールファイナルになりますね。まあ、成績表はね、いつもみたいに説明欄に載せておくんですけど、それはそうだね、予選の結果は予選の動画の、説明欄に載っけてあります、リンクが。で、それでトップ40にはなんとか入る、まあ、54人ぐらいいて、トップ40にはね、一応入れたので、このスモールファイナルに出場しました。もともとはね、9レースプラスメダルレースという、その6レースに予選をした後にしては、めちゃくちゃレースが多い、フォーマットだったんですけど、まあさすがにね、進行がやっぱちょっとそんなスムーズにいかずに、2レース減らして7レースプラス、メダルレースとなります。で、最初に断っておくと、メダルレースはね、取り忘れちゃいました。なんか、取ってるつもりだったんですけど。さあ、ここもね、さっきの1位取ったレースみたいに、はい、うまいこと、最後ベアしてスピードつけて、もう誰も寄せつけないって感じですね。まあ、一応ね、まあ何回か、今までね、いい走りもたまにしてきた、まあ、僕なのでね、こういう時はちゃんと逃げ切ります。問題なのは、なんか微妙にスタートがいい時と、スタートミスった時ですね。はい。さあ、ここは、こっちもアットソクタックで、まあ、右のフレが最後大きく入るんで、それに合わせるだけかなと。で、ここね、あんまスピ、その風の風速の割には低速が出てないんですけど、これもうちょっとベアして走った方が良かったのかなと思います。なんか、なんとなくね、その F50 は45度ぐらいで走っておけばいいみたいな感覚あると思うんですけど、やっぱ風強いくて、あとは、ヘダーの中を走ってる時は、もうプラス2、3度、今48から49ぐらいで走っててもいいのかもしれません。まあちょっと詳しいことはわかんないんですけど、まあ、これもベスト VMG 使ってる人はあんま考えなくてもいいことですね。何度が本当にベスト VMG なのかっていうのは、ちょっとやっぱ風速変わるんでね、それは、ノーヘルプでやってる人は、はい、考えながらやりましょう。で、角度計はね、あんま信用せずに、風速じゃなくて低速の方をね、基準にというか、目安に、はい、角度を決めると。本当にヘダーの中だったり、リフトの中だと、角度計がいつもの数字とずれてることが、よくあるというか、ずれてることしかないので、はい、そこは1度2度低速を見ながら調節するという感じになります。まあ、僕はもうずっとそれをやってるので慣れてますけど、まあ、最初はちょっと難しいかもしれないですね。まあ、でもそれやっぱね、楽しいところっていうかね、低速を見ながらね、やっぱコントロールするって結構大事だと思うんですよね。そのベスト VMG 使ってる時もね、こうちょっと調整、ベスト VMG から外れて走ることってあると思うんですけど。さあ、とりあえず、1下でかなりリードをつけれましたし、まあ、フレがすごく単純なので、2カミは左回ってから即タックで、いいんじゃないかなと思います。さあ、この開口はまだ結構、まだある程度良かったですね。で、角度もビシッと決まって、まあ、ちょっとスピード落ちちゃったかな。勢い止めちゃったかなとは思うんですけど、まあ、許してくださいと。まあ、50度ぐらいまで一回回してから登った方が、ちょっといいのかもしれない。さあ、ここは奥の右フレが見えたような気がしたんで、すぐに向かいます。左フレも結構入ってましたし、なんか右フレ見えた気がしちゃったんで、行ったんですけど、これちょっと早すぎたかなとか思いながら、そんなに無茶する必要ないのに、ね。まあ、でも、ここまでリードしてれば、何があっても負けないと思うんで、はいはい。まあね、さっきまでのレースの、スコアは、チャラになるのでね、ここから1位ずっと取っていけば優勝と、簡単な話ですね。はい。なんで、ね、まずは景気よく一発目に1位と。成績表の方では、レース1と2の、順番がひっくり返ってました。それがちょっと修正されるかわかんないんですけど、ひっくり返ってるかもしれないんで、2レース目に、1レース目の1位が記入されているかもしれません。というか、さっき、スコアの記入が終わった時点ではそうなってました。
まあなんかこう言っちゃうとね、なんか2レース目1位取れてないんじゃないかと思われちゃうんですけど、まあ、期待してください。まあ1位ではないんですよね。1位ではないんですけど。はい。その2レース目の結果が、はい、1レース目のところに入ってるはずです。さあ、とにかく、はい。まあ、とりあえず、ね、1回でもね、1位取れるとね、なんか自分、まだまだいけるんじゃないかって思えるのでいいですよね。はい。さあ、4分30秒という、かなりいいタイムなんじゃないでしょうか。あんまり時間気にしてはないですけど、4分半って結構、早い。まあ、風強いですしね、早い方。風強くあるんですけど、まあ、これは結構頑張ってる方なんじゃないかなと、いいコースなんじゃないかなと思います。やっぱりスタートね、やっぱ F50 楽しいと思うので、やっぱ1位でピーンってこうスピードつけて出れた瞬間って本当に他のね、スタートでは、他のコース、まあアップウィンドのコースでは得られないね、ものがありますよね、達成感が。はい。さあ、これ2レース目です。さあ、全部で7本あるんで、まあ、それもうこれさっきの予選の取った直後に取ってるんで、あんまり飛ばして、なんかベラベラ喋らないつもりっていうか、体力温存しながら喋っていくつもりなんですけど、まあそうですね。まあなんか世間話的なことを言うとすれば、世間ではないんですけど、ね、今、日本の、まあサーバーの2つ目を作ろうみたいな話が、を動かし、話を進めてまして、まあ、それをね、準備しているのでね、まあ、今後のクラブレースとかは積極的に海外に開いていく、開国していくって感じですね。開放していくって言えばいいんですかね。さあ、ここもちょっと動き出しが早かったのが、まあ、動き出しが早くて今ミスりました。はい。まあ、なのでね、まあ、こういうイベント今はその海外のコミュニティにまあ依存してというかね、頼りきりで、運営とかも完全に任せて、まあ、向こうの都合のいい時間なので、まあ、それは当然かもしれないんですけど、はい、やってるんですが、まあ、今後はね、日本の夜の時間とかに、まあ、海外の選手も込みで、こう、得点計算してレースするみたいなことをやるかもしれません。さあ、さっきの、ね、20条でね、めちゃくちゃラフしてきて、ジャイブした後にめっちゃラフしてきてビビったんですけど、あれでね、自分の身を守りきれず、さあ、ここもね、ペナルティー食らったらまずいと思いながら、速タックすればよかったんですけど、なんかね、嫌だったんです。左突っ込もうかなと思ってたんで、速タックできず、ここもね、良くなかった。はい。てな感じですわ。はい。何がてな感じかわかんないんですけど、いやああ、これはまあ、右フレ見えてるんで、右に突っ込むだけですね。はい、と思いきや、そんなことやんなくて、今のは嘘です。まあ、右フレも、さっきのが多分マックスだと思うんで、まあ、最後左フレもう一回来るはずと読んで、こっち行ってます。まあ、とりあえずこのスモールファイナルに出てるメンズですけど、まあ、やっぱり、何人かは、もっと速く走れるはずの人が集まってて、まあ、そこそこレベル高いんですけど、やっぱりね、みんなね、今日は調子が悪くてですね、まあ、僕含め、安定して、ダントツで、なんか、ダントツの人は多分現れないというか、現れませんでした。まあ、それはこの後見てもらえればいいんですけど、ここはペナルティを受けちゃいけないので、はい、避けていきます。さあ、これは最後タックして、まあ、風の強い方にアプローチしていく。ああ、でもここね、こんな膨らんでいいのかわかんないんですけど、膨らんじゃいました。さあ、しかし、シモの人がペナルティ食らってくれましたし、なんか、もう、なんか、3艇ぐらい、ペナルティ、マークタッチとかもいろいろあってね、食らってくれたので、ちょっとだけ順位が回復しましたね。よかったよかった。そうですね。まあ、チームレースでね、
その TRL っていうサーバーで、チームレースをやるとき、なんかほとんどがあの F50 になってしまうので、まあ、そのおかげでちょっと操船には慣れてはいるというかね、ある程度慣れてはいるんですけど、やっぱりフリートレースとチームレースでは少し違うところもあるので、うん、さあ、ここは即タックでいいかなと思いますけど、なんかノータックも人気でしたね。うん、多分この即タックが結構効いてくると思います。まあ、右に1回は必ず触れるんで、うん、問題は、右の奥に行くかどうか、ここら辺で返すかどうかで返しましたね。これはね、うん、そうね、左がやっぱ気になるんですよ。最後もう一回左が気になったのでなったのと、まあまあ対立てのことを考えてっていうのと、まあバウンダリー結局超えれないんじゃないかっていうのがあって、あ、超えれたっけな、ちょっと超えれたかもしれないけども、とりあえず、まあ触れこれ以上来ないだろうと思って、はい、この位置走ってます。このとかスタブを走ってますね。さあさあ、触れがちょっとずつ左に戻ってますよ。まあいいんじゃないですか。うん、順位がちょっと上がったような気がします。まあ、やっぱり、スモールファイナルなのでコースね、甘いコース引いてる人が結構多いですね。まあ、なんでスタートミスっても、まあ、結構戻ってこれたりしますですが、まあね、ミスりすぎるとやっぱ戻ってこれないですね。うん、それは当然ですけど、さあ、あとはね、やっぱりスモールファイナルってこともあって、あとは、まあヨーロッパのこの時間が結構夜遅くになってくるってこともあってね、途中で人がどんどん少なくなっていく、途中からというか、ね、1レースごとになんか人が減っていくみたいな感じになってきますけど、はい、まあまあまあ僕は、まあ、もう日本に、もちろん日本にいるので、はい、まあ、朝ね、別に特に用事もないというか、これが用事なのでね、はい、このために時間を作って、はい、この後もレースに参加して、あの最後まで参加していきます。しかしメダルレースは取り忘れたのでありません。動画にはありません。で、まあ、7位ね、スタートをミスってたんでしたっけの割には、あ、そうね、かなり下に行ってた割には上がってきたかなと思います。まあミスはちょっとずつ減っているのか、まあ単純にフリートのねレベルが少し控えめになったから上がりやすくなったのかわからないんですけど、まあ多分後者だと思いますが、さあ次も気を引き締めてというかね、頑張ります。まあ1回1位取れてるので、1回目1レース目1位取れてるので全然、まあ、このねスモールファイナルとはいえ優勝はしたいのでね、優勝を狙ってちょっと集中してますよ。で、まあ右振ってるのかな、右振ってるんで、若干下寄りなんですが、まあ、この時に多分、まあ気にしてたのはやっぱりラインの真ん中ら辺がね、なんだかんだその第一マークまでの距離が短いので、そこら辺を基本的には狙う。で、あとは縦の動き見てちょっと下に行こうかなとか、まあ、この目の前の船の下には入らなきゃいけないかなとか、そういうのを考える。まあで今結果的にちょっと下寄りから出ることになりました。ここもね結構汚いスタートだったし、あんまり良くないスタート、スピードもあんまついてないしで良くないスタート でしたが、まあ、ほら結果的に、まあ、見てもらうと真ん中ら辺からスピードつけて出た船がいい感じですよね。さあここはこの前のペナルティピコピコしてるペナルティ食らってる、船を回復させないようにペナルティを延長させて、はい、順位を1個でもっていう感じかな。うん、そう、ここね即タックも全然良かったんですけど、ちょっとその後の後が動きづらいかなと思って奥まで来ちゃいましたが、まあ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 、左のねこの触れがね微妙なんですよね。何が微妙かっていうと、あんまり右に張り出してってないっ
ので、早めに左に寄せちゃうと、まあ、最後、まあ、ブローから外れてっちゃう、リフトをつかみ、あの利用しきれないってところがね、あるんじゃないかなと思って、思ってて、バウンダリーまで、右側のバウンダリーまで行きました。最後、左フレ入ってくれるんじゃないかなと、まあ、かすかな左フレの後に、また、まあ、やや大きい右フレって見えてるので、はい、そうやって走ってます。まあまあまあ、スタートは微妙、スタート真ん中ら辺だった、順位としては真ん中ら辺かそれより後ろだったにしては、まあ、ある程度回復できたかなと。さあここは、はい、内側に入れてもらって、さあここね、ここ追い出してもよかったんですけど、まあやっぱりこれも同じで、ペナルティを与えて勝つっていうのはあんまり僕は好きじゃない、特にこういう、なんだろう、こういう場面においては特に好きじゃないのでですし、まああんまり、うん、良くないかなと、なんて言うんだろう同じこと言ってるんですけど、やっぱりちょっと自分が好きじゃないので、そういうのが、はい、あとは自分もね、あんまり自分が、反撃を食らうリスクも減らしたいですし、ここを走っています。まあ結果的に、僕が左のマーク回りたくて、まあ、相手を、ね、右のマークの方へ追いやれたのでね、これで良かったんじゃないかな。ただちょっとレイラインからは、神に行ってしまったので、最後減速することになりましたが、これもね、左にねブローが見えてるんで、いち早く向かいたい気持ちも分かるんですけど、こういう時こそ、一回距離、右側に距離を取ってから突っ込み始めると、最後ね、大きなリフ、大きな、まあ、フレをリフトで走り続けることができるようになります。このオリバーは多分その一回このフレ、まあ、この色が濃いのを見て突っ込んだと思うんですけど、まあね、今右側行ってた通りちょっとやっぱ外れてっちゃうんですよね。まあ、で僕は、まあヘダー大きなフレ入ってはいるものの、奥まで行ってから返します。下奥まで行かない と、結局このリフトに入ってる時間が短くなっちゃうので、原因ができないっていう、中途半端なフレタックは原因ができない、まあ、そういった界面になってるかな。さあでもこれ最後左来るのかな、あと最後左に来るのかなと思ったんですけど、タック数増やしても、ここでタック数増やしてもしょうがないなと思ったので、ここは下受け、うん、今回はね、ちょっと僕の方がバグ高かったので、いや余裕を持って、はい、下受け成功しました。自分の下に入られるということはなく、さあここでタックしてしまえば、一回減速はするんですけど、このアメリカの柄の手にも抜かれることはないはずで、まあ、フレ的にはね、ここ最後即時して、まあ、一直線で、最後のマークに向かいます。まあ、まあ、結局、まあ、コースが割と当たったので、で、まあ、前の人たちが結構外してくれたので4位まで上げられましたね。うん、まあまあ、やっぱり最低限は走りますよ、それは僕だって、本当に。でも、まあ、欲を言えばねえ、もうちょっといい順位を連続で取りたいんですけど、それはまあ、数ヶ月後のお楽しみで、まあ、今めちゃくちゃ上手くてもね、やっぱり、まあ、波っていう、調子の波っていうのはあるので、まあ、後々ね、こう苦しい展開になるんじゃないかなと思いますけど、まあ、2023年は前半が割と良かったん、まあ、うん、前半がどちらかというと良くて、後半がちょっと苦しいことが多かったので、まあね、今年はどうなるんでしょうか、わからないですけど、まだイベントというイベントが年明けてからありませんのでね、どういう1年になるのか。でも本当にクラブレースでも僕は最近1位取ってない、なんかの、まあ、ちょっとしたレースでも、優勝してないので、なんかどうにかしたいなとか思いながらね、なんかいつも甘さが出ちゃうというか、
その一番調子いい人には勝てないっていうのが続いてるんでね。あとは何て言うんでしょうかね、通信環境がちょっと今不調というかね、そういうのがあったりとか、デバイスがね、スマホにしようかパソコンにしようかみたいな、そういうあやふやな感じなのでね、ここら辺がね、どうにかなってくれないかなと思いながら、最近はやってますが、まあ、どうにかなると思います。まあ、ここは上側の手潰しちゃいますが、まあ、僕も下には下れないんで。さあ、まあ、悪くないスタートですね、そんなに。しかしどうですか、これはちょっと油断はできないところであります。ここはね、前の手にね、即時されるのを嫌って、右側行きました。まあ、ノージャイでね。しかし、ここね、ちょっと奥に入っちゃうの良くないですね。相手がというか、前の人が、ジャイブしたらすぐジャイブするべきでした。まあ、このちょっとしたラフがもったいないかな。で、しかも、左回りたい。どっちかというと、やっぱ左回りたいですよね。でも、ここまで来ると回れないので、こっちを回っています。まあ、今のアプローチもね、かなり、ヒヤヒヤしたんですが、なんとか、相手が18条でやられてました。今ぶつかったみたいですけど。さあ、ここ。まあ、開口でね、リスクを回避したおかげで、まあ、ちょっとね、落ち着いた場所になってきても、開けた場所に出れたので、そしてもう一手ね、競争相手が減ったので、ちょっとやりやすくなったかなと。で、これ最後右フレ大きく見えてますんで、それ行くだけ、寄せていくだけですね。と思いきや左のフレが入ってますが、大丈夫なはず。まあ、順位落ちても別に4位ぐらいかなと思います。これは後ろ通ります。これは内側ちょっと迷ったんですけど、大きな右フレ入りそうだなとか思ったんですが、ちょっとやっぱね、神突破されていくというか、その神レースいって、前出られてブランキーずっと走るっていうのはやっぱ避けたいなと思ったので、3位ですね。1点抜かせました。これも、3位で終われるのかな。ちょっと今朝の出来事だ今朝やったレースなんですけど、ちょっともう記憶が途中の記憶はもうないですね。まあ、なんせちょっと寝不足気味だったっていうのもありましたし、で、即ジャイ。まあ、これは即ジャイでいいと思いますが、やっぱりノーヘルプだとね、まあ、他の人よりね、ちょっと登って走りがちですね。多分155度とかで走ってると思うんですけど、ベスト VMG の人って。ヘルプをつけずに走ると、そうやって走ってると、たまになんかすごく船が減速する時があるんですよね。なんで、僕はいつも152とか153とかで走るのが好きですね。まあ、風が変わったら角度変わるかもしれないんですけど、ちょっとのスピードつけ気味で走るのが好みです。まあ、上りも基本的にはそんな感じで、今、開口下手でしたが、ちょっと開口もね、まだまだ甘いですね。これ覚えてないから、ここかな、ここで多分早めにタックしちゃう気がする。少し覚えてた。これね、右振り結構残ってたんですけど、奥でもう一回右入るかなと思って早めに返しちゃったんですよね。でもね、これね、思ったより右来ないというかね、ちょっとも右振りがね、残ってるんですね。こういう時に右突っ込んじゃうと、やっぱり、ダメですね。さあ、上側の手は返していきましたが、まあ、あれが正解なのかもしれない。そのミスった後の対処としては正解だったのかもしれないけど、ここまで来ると逆に左側に向かえない。もうポートがロングみたいなもんなんで、もうこれ以上、左に振れない。振れたとしてもそんなに振れないので、右に出していきました。さあ、今のタックもめちゃくちゃ失速しました。ベアタックの後ね、こう、ね、髪向きすぎたっていう、そこら辺も、まあ、あるあるではあるんですが。さあ、ここでね、4位になってしまいますが、本当に、ここのフリードにいる人たち、みんななんかね、今日はちょっとね、調子が悪くてですね。こんな感じなんです。まあ、今のは、まあ、ちゃんと風を見て予測した、自分なりに予測した上でのミスなんで、まあ、そんなに悪くはないんですけど、まあ、結果的にはね、こう、練習不足がたたった感じですかね。やっぱもうちょっと、
伸ばすべきだったスタバで。ちょっと貪欲になりすぎましたね、これは。2位を抜かそうと早めにタックしちゃったっていうのが、まあ、原因だと思います。さあ、ここも、まあ、さっきなんか霜突破できたんでやろうかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱりもう後ろの人に抜かれたくないのと、前の人に抜かせそうな気がしなかったので、ちょっと上り気味で走りました。ああ、4位。まあ、4位はね、ギリギリ許せますよね。4位はギリギリ許せるけど、パッとしないって感じですよね。さて、本当に、初めて見るような名前の人も、このスモールフリートには結構います。初めてじゃないにしても、まあ、あんまり印象には残ってないというか、あんまり表舞台にはなかなかできてないような人たちが何人かいますね。まあでも、見知った顔っていうか名前も、まあいるんですけど、半分ぐらいは。まあね、その人たちはね、なんかみんなどこか不調そうにやってますわ。僕と同じで。だからこのフリートにいるんだなって感じなんですけど。まあ、今頃ね、スーパーファイナルではね、吉井さんとか、なんかね、奮闘してるんですけども、僕はね、こっちね、スモールファイナルですら、ね、なかなか苦戦してるという感じです。さあ、まあ、動き出しのタイミングとしては悪くないですよ。で、ここもね、あんまりね、やっぱり、接触、やっぱしたくない、万が一からの接触したくないので、こんな感じ。さあ、最後、この芝いらなかったですよね。ちょっとね、減速さすぎて、なんかリコールしちゃうかなと思って、減速したらダメでしたね。さあ、ここは、そう、ここなんですよ、ここそんなにぶつけるつもりはなくて、内側の手を避けるだけにしようと思ってたんですけどね、その瞬間にね、ラフした瞬間に神の手に当たって16錠で負けてしまったんですよね。これ嫌ですよね。ちょっともう一気にしょぼんとなってしまいました。まあまあ、スタートもね、良くなかったし、今のところもなんか不運というか、あそこ当たっちゃうんだっていう感じで。さあ、右振ってます。今回もなんか似たような数が多いですよね。まあ、結構左の振れがなかなかバウンダリーの中に入ってきてくれないみたいな、感じのが多いような気がするんですけども、まあね、同じようにやるだけです。さあ、ここは早めにベアして、ヘダーに対応してます。これは全然スタボ手を狩りに、あ、じゃなくてポート手を狩りに行くとかそういう動きでは全然なくて、単純に船を止めないためのベアですね。さあ、ここ前通れないんですよね。これ前通れないんですよ。多分ベストオブ UMG とか使ってたら、ギリギリ前通れたりしてたんですけど、多分結構下って走らせてたんで、それで多分ぶつかっちゃったんじゃないかなと思います。まあでも、そういう文句はあんまり言わないというか、単純にそれが原因なのかな。ちょっと下りすぎたのかなとは思いますね。本当に、F50 に限らないんですけどね、こう、本当にわずかの、ね、距離の違いでこう当たったり当たんなかったりするときあるんで、そういうときは、ああ、ちょっと自分下手だったな、操船が下手だったなって悔やむことがあります。さあ、ここは、とにかく風のある方に寄せたかったので、寄せたいのタック減らしたいので、こっちもありました。ああ、これもね、今、角度計がね、結構変な数字映してたと思うんですけど、表示されてたと思うんですけど、まあ、これもね、あんまり過敏に反応しすぎないように、前の人と同じ角度を走ってれば、ある程度、大丈夫なので、ちょっと、反応しすぎちゃったかなと思うんですが、さあ、これも同じ。で、左回って、バウンダリーまで行っちゃうかな、これ多分。バウンダリーまで行っちゃう。バウンダリーまで行った方が、このクール、銀数を、まあ、人数、銀数を抜かしやすいっていうかね、って思いましたし、
やっぱり右奥、一回行ってから右奥というかバウンダリーまで行ってからタックした方がより最後のね、左フレーをうまく使えるんじゃないかなと思っています。さあ、ここでミートテイがありますが、このテイに対してはまあフレーで負けることは多分ないですね。さあ、かなりヘダーが大きいですが、ちょっと対応が遅れたか、ちょっとベアが遅れてるような気がしますが、本当に余分にベアしとくぐらいで、ノーヘルプの場合はちょうどいいです。本当に。船が止まらないことだけ大事なの。あ、それでさっきこの人とはミートしないみたいな、この人の前通れるって思った手にね、まんまと刺されてしまうんですけど、これもね、なんかよく見ると、なんかもうちょっと登れたんじゃないか、登ってたら避けれたんじゃないかなって思いますね。なんか50度とか今、角度計なってましたけど、まあ、角度計というかコンパスというかね、よくわかんないけど、まあ、てなわけで、なんかペナルティーがかさんで、はい、前に上がりきれません。さあ、ここはさすがに13丁いただきますが、まあ、このミートの仕方だとちょっと抜かしづらい。もう一回タックしないとまずいけなくて、ああ、そう、さらにマークタッチ。このレースがいわば1番か2番かになんか嫌なレースでしたね。この予選含めて、こんなダメになっちゃうのかと。これ何レース目だろう。ああ、そう、このレースですね、特に。5レース目とかになるのかな。もうそんなに見てきましたっけ。まあ、1本5分ぐらいで終わるんで、ちょっとこれが5レース目かな。待ち時間あったら6分で、5、6、30ぐらいですかね。はい、ってな感じで、ちょっと優勝きつい。まあ、スモールファイナルでの優勝きついかなと。カットレースが、予選の時もそうでしたけど、あ、すげえひでえですね、これは。予選の時もカットなかったんですけど、今回のスモールファイナルも、カットはなかったので、本当に一回、悪い順位取ると、それがそのまま、最終成績に響くと。さあ、あと1レース、じゃなくて2レースですね。で、最後はメダルレースなんで、ダブルポイントになりますが、繰り返し言うと、録画、まあ、繰り返しになるけど、まあ、その、ね、撮れてない、録画し忘れた、録画したつもりだったんですが、録画できてなかった。本当は撮って反省点があったので、反省したかったんですが、撮れてませんでした。他の人が録画してくれてたらいいんですけどね。ちょっと海外の人が、どれだけ、海外のプレイヤーがどれだけ録画、レース録画してる、YouTube とかでアップしてるのかわからないんで。さあ、ここは、今の黄色のドイツの手の紙に入ってたらちょっと危なかったです。さあ、タイミング的にはバッチリ。さあ、このスイスの手を避けて、黄色の手も避けれれば、そんなうまいこといかず、ちょっと紙に、ラフして、時間を合わせて、ギリギリリコールせずにスタートと。まあ、リコールしなかっただけ偉いんじゃないですかね。あと、ペナルティーも食らってないんで、まあ、よしとしましょう。ここも、はい、ペナルティー特に食らってないので、よしとしましょう。本当に、スタート悪くてもね、第1マークと、まあ、その後の下マークまでで、うまいことを、切り抜ければ、順位結構上がったりするのでね、これいい方なんじゃないでしょうか。あ、これ即タックね、してもよかったかなって思いましたね、これ。黄色の船の真後ろを走るかどうか。おかげで、まあ、僕のシモンに、この白い手が即タックして入っていきましたけど、やっぱりね、即タックをね、しないだけで、こんだけ、なんて言うんでしょうね、ちょっと置いてかれたような見た目になっちゃうんですよね。実際、置いてかれているわけですけど、タックされたらちょっと、ギリギリ13条、枯れるかどうかって感じなんじゃないですか。まあ、なんで、先に返して、まあ、最後の左振りを期待して先に返しましたね。最後かどうかわかんないけど、まあ、次、なんかこの見た目だと左振れた気がしたんで、記憶には行かずに先に返して、まあ、相手、その、右の方まで行った、その自分の前にいたスタボ艇の前通れるってわけにはならないと思いますが、まあ、若干良くなるんじゃないかなと思っています。
ここ。あ、これかな。そう、これね、ゼメンデスさんがね、スタバで来てるんですけど、これね、僕の前タックしなかったんですよね。このレイライン、右側のマークのレイラインでタックしなかったんで、僕はタックすると思って、タックし、後ろ通らないで、まっすぐ走ろうと思ったんですけど、うん、ここでね、ちょっと読みが外れて、まあ、そうね、ベアしたら、結構、なんて言うんだろうね、相手がその、僕の前でベアして、僕がレイライン足りなくなってみたいな、そういうのが頭をよぎってですね、まあ、ちょっと、ベアしなかったんですけど、うん、結果的に、ペナルティー食らって、うん、まあ、順位をそれ以上落としてはないけど、うん、前の7艇かな、これ今。前の艇たちに、6艇、前が6艇いるのかな、に、ちょっと距離を、とか置いてかれたって感じになっちゃいましたね。さあ、ここは左に寄せて、なんだっけな、これ、うん、なんでかわかんない。わけではない。右振れが最後に来そうなんですよね。だからこっち来てるわけですけど、じゃないとこっち来ないんですけど、まあでこっち来て、ここでね、なんかタイトカバーされちゃうんですよね。まあまあいいでしょうと、仕方ないことだと。うーん、ただ一回なんでこっち寄せてきたんだかなとか思いながら、はい、右に向かってます。うん、まあ思い出した。本当にこの後ね、またやらかすというか、やりがちなミスを僕をしてしまう。で、ここね、そもそもね、ヘダーに対してね、角度合わせられてなくて失速してますね。今見たら。で、ここでタックするんですけどね、これね、上側の手注意しなきゃいけないですよ。ね、これね、別に届かないだろうなって思ったらね、これ届くんですよね。うん、やっぱりね、うん、僕もベアするべきでしたね。バウンダリー出るまではやっぱり相手の角度と合わせて、いち早く相手と同じ角度に合わせて、逃げないといけませんでした。あとね、なんかこの時ね、バウンダリーのルールってどうだったっけとかね、なんかよくわかんないこと考えて、そうですね、反応できなかったっていうのもありますけど、まあ、おかげで順位がまた落ちて、さらにここで、ああ、そう、これもね、嫌なレースでした。もう、こんなにペナルティー食らわなきゃいけないのかと。で、しかもなんか登ってくるし そうですね。まあまあまあ、やっぱり、ちょっと今日はダメな日なんだと、それだけを思いながら。まあ、やっぱり経験不足によるミスがやっぱ目立つかなという、思いです。はい。というかね、まあ練習不足、経験不足というよりかは練習不足なのかな。うん、まあ10位、まあなんとか10位に入りましたが、もう人数が減ってるのでね、10位は全然いい順位ではないです。もう下から4番目ですね。最初17というか18というかいたんですけどね、スモールファイナル。はい、どんどん減っていきました。さあ、もう1レースありますね。まあ、まあ、先にネタバレすると、メダルレースは4位でフィニッシュしまして、途中まで2位にいて、まあ、優勝も、ね、狙えてたみたいなんですけど、後から、計算っていうかしてみると、僕が2位でフィニッシュすれば、優勝だったんですけど、まあ、途中でね、コースが悪くて、2個順位、まあ、コースが悪かったのと、まあ、戦術的なところも悪くて、2個順位落として、はい、一気に2艇に前入られて、最終的に3位になりました、このスモールファイナル。まあでもね、こんなに悪くて、こんなに調子悪いのに3位になれちゃうのかっていう感じでしたね。それは意外でした。それ、まあ、結果のね、リンクを説明欄に載せておくので、まあ、見たい人は見てみてください。さあ、ここもね、ちょっとよくわかんなくて、なんでミスったかわかんないんですけど、あんまりね、なんかよそ見してたっていうか、意識がね、画面にちゃんと向いてなかったんで、普通に、下手にぶつけました。で、あ、いてててて、マイクに座っちゃった。はい、置いてかれました。なんかね、でもやっぱり、はい、開口が結構みんな甘かったり、なんかその後の動きでね、
みんな抗うので、とか言ってると僕もね、また20条でやられてますね。もうね、ずっとこんな調子ですよ。これでも最終的に3位になっちゃうんですからね。ちょっとこのスモールファイナルの甘さが分かりますね。そう、前の2艇がまたペナルティ食らって、ちょっと助かりました。もうね、本当にミスするの自分だけじゃないんでね。非常にありがたいんですが、まあ、それと同時になんか悲し、なんか哀愁漂う、いますよね、なんか、こういうレースって。さあ、ここは、2タックで、右の船から離れたくなかったので、バウンダリーをアウトして、はい、こっちに出ました。まあ、まあ、いいんじゃないですかね。バウンダリー出るぐらいは全然僕はありだと思いますね。そこら辺は。なんていうか。紙マークをポート、無理やりポートアプローチするっていうペナルティよりかは、全然いいペナルティなんじゃないかなと僕は勝手に思ってますけど、どうかは知りません。まあ、個人のね、考えによると思いますが。さあ、ここはね、しっかり、を右に出せるとこまで出して、はい、最後ね、内側の人とかが足りなくなってくれればいいなとかも思って走ってます。まあ見事ね、こう右フレがちょっと止まってくれて、もっと振るように見えるんですけどね、ここ振れないんですよ、あんまり。なんでなんかいろいろトラブルがあって、はい、ちょっと順位が上がります。ここはそうですね、風のフレに合わせてなのか、測定しましたけど、してますけどね。いいんじゃないかな。別に即時で。ここから順位は上がるのか。まあね、今後ね、このヘルプをつけないでずっとやってっていいのかっていうのはちょっと考えどころなんですけど、まあ基本的にはやっぱ楽しいので、つけてない方が。僕はつけずにこういうレースに参加し続ける予定です。はい。アリーナモードを使うときだけヘルプつける。もしくはアリーナを使わなきゃいけないイベントが後に控えてたときだけヘルプをつけると。まあそれを、この後もやってった方がいいかな。なんかもう、まあ、一種のアイデンティティみたいになってますんで、ノーヘルプが。まあね。やっぱり、プレイを補助してくれる道具はやっぱ外したいですよね。そんなもんに助けられたくないっていうのがやっぱちょっと僕、まあ、そこら辺少しだけ頑固なので、やっぱずっとプレイしてんのにねえ、ベスト VMG 使っていいのかなとかは思っちゃいますし、まあ別に皆さん全然使ってもらってもいいし、その使ったとて下手な時は下手っていうのは僕も分かってるので、さあここはね、上から 2D で見ながらのタックでしたが、まあ、わりかしいいコース引きをできていると思います。内側のね、2艇がね、ギリギリ入れるかわかんないですね。入れたとしてもね、結構失速するしそうなので、ちょっとその隙をついて、もう抜かしちゃおうかなと思います。さあ、行きましょう。ゴーゴーゴー。いける。さあ、内側の一艇はマークタッチで、もう一艇はね、まあ、ブランケ走ったりしてるんで、なんとか抜かせそうですね。はいはいはい。あ、そう、これもうあと1個しかマークないのか。そしたらもう動画も終わっちゃう。はい。ってことで、最後は順位がちょポンポンと上がってくれました。なんか、思ったより、もう順位が上がって4位フィニッシュ。まあ、この4位がまあ割と良くて、まあ、次も4位で、まあ、ダブルポイントでしたけど、そうですね。はい。これで、まあ、もう1レースあって3位で終わりということになりました。はい。まあ、頑張りますよ。これからもね。はい。じゃあ、特になんか話すことも思いつかないので、おしまいです。